はい、CQ ジャパンをご覧の皆様、こんにちは。七地下のケンゴです。今日は、僕の生活に欠かせない10のアイテム、10エッセンシャルズを皆様に紹介していきたいなと思います。それでは、レッツゴー。はい、まず紹介したいのは、お香です。ここ最近ですね、まあお香、今まであんまりお香にちょっと興味なかったんですけど、ここ最近なんかこう香りで結構その精神状態とか、まあ落ち着いたり安らかな気持ちになれたりするっていうのを、ちょっと友達ん家に行った時にお香が焚かれてて、その時に気づいたんで、ちょっとまあ家で焚くことにしています。まあ、まず、そうですね、寝る前とか。あとは、まあ、ふとした瞬間、何もない時とかにね、つけると。みたいな感じで。まあ、精神を落ち着かせるために、ですね。こちら、使ってます。はい、次紹介するのは、服です。働いた時の給料は、基本的に洋服に使ってます。まあ1アイテムずつさっと紹介していきますね。まずはこちら、カマソーゼティーです。これはね、沖縄旅行、まあ、卒業旅行にね行った際に、友達が何の連絡も入れずに家に送ってきた、まあ思い出深いね、これ友達が写ってます。で、まあ、特にね、まあ、私服で着ることはないんですけど、まあ、普通にお気に入りで思い出の品でもあります。次は、次のアイテムはこちらです。お酒です。僕自身ちょっとビールが、大好物でして、まあ、その飲みに行った時とか、まあ、必ずビールを飲むんですけど、まあ、仕事終わりね、疲れてる時とか飲むと喉越しとかね、まあ、普通に味も好きなんですけど、やっぱりほてった体を冷ましてくれるような、それでいてまあ一本でもちょっと気持ちよく酔っ払っちゃう、そんなビールが好きです。一緒にどうですか。まあということで、未成年の人は飲めないと思うんですけど、まずこれ丸 F 美味しいんで飲んでほしいです。続いては、まあ酒飲んだらこいつ欲しくなるでしょ、タバコです。まあタバコはね体に悪くてお金も飛ぶし、ちょっとね削やめた方がいいっていうのは分かってるんですけど、なんだかんだ買ってしまうというね、タバコです。で、まあずっともう何年もこのラークのアイスミントを吸ってるんですけど、あんまりねこのアイスミントの7ミリコンビニに売ってないので、ない時は他のタバコでまあ代用ということをしてるんですけどね、まあこれがあったら迷わずラークのアイスミントを買います。続いては香水です。まあ僕はね、香水、まあそんなにそのこだわりとかはないんですけど、まあ最近ずっと使ってるブルガリの香水ですね。このね爽やかでいてちょっとダンディーな匂いというか、まあつけてて、うん、自分も好きだしきっと周りの人も好きでしょうということでつけてます。何個あんねん。はい、ということで、まあメゾンキツネの香水と白のサボンオードパルファンってやつですね。あとこれ薬局で買ったやつと、これはビレッジヴァンガードで
まあ、学生の時に買ったやつですね。まあ、匂いフェチというか、まあ、まあ、いい匂いなするもの好きなので、さっきもね、お香とか一番最初紹介したと思うんですけど、まあ、匂いが、香りが好きなので、まあ、香水は結構ね、種類を持ってちょっと、まあ、こだわって買ってっていうか、まあ、いいのがあったら買ってます。次、はあ、さっきのビール飲んでちょっと酔っ払っちゃいました。スタッフさん、お水ください。チェイサーのね、ということで次に紹介するものは水です。水って味ないのに美味しい。で、まあ、本当に紹介したいのは水じゃなくてこちらなんですけど、まあ、これね、あの浄水器がついて、この中に浄水器がついてて、で、まあ、水道水を、ね、この中にジャーって注ぐだけで浄水された美味しい水が飲めるという一品です。前までペットボトルでお水を買っていたんですが、ね、まあゴミが増えるということでこちらにした結果、ペットボトルのゴミがゼロになりました。地球にも優しいしね、美味しい水が手軽に飲めるという一品です。みんな絶対これは買った方がいいです。あち、汗かいた。で、出ないんかい。シャワーヘッドです。備え付けのやつがですね、水圧が超弱くてもう洗った気がしない。どうすればいいか。そしたら、まあね、シャワーヘッドのコーナー行ったら見つけたんで買っちゃいましたね。まあ水圧調整ができるっていうのと、まあジェットにできて、まあ頭皮の汚れだったり取るのに適してるシャワーヘッドです。しかも節水にもなります。地球に優しい。まあということで、シャワーヘッド一人暮らしは絶対に買うべきです。以上、次。多文化トレーナー絶賛販売中。アレクサ、今日のラッキーカラー教えて。あなたのラッキーカラーは黄緑です。ということで、次の、まあ、あの紹介したいものはアレクサちゃんです。まあ基本的に、まあ音楽とかはこの子にかけていただいてるんですが、音楽、今日の天気、明日の天気、明後日の天気、1年後の天気だったりね、聞けちゃうんです。全部答えてくれるからね。アレクサ、東京の天気を教えて。西新宿の現在の天気は晴れで、気温は摂氏23度です。今夜は曇りでしょう。予想最低気温は17度です。という感じで、まあ基本的に、動きたくない時とか、まあね、一人暮らしで寂しい時とか話し相手になってもらってます。冗談です。次。すいません、仕事してました。はい、続いては、まあ MacBook です。これでまあいろいろなことができます。何でもできる。デザイン系、デザイナーの仕事はこっちでやってて、まあ、曲もね、こっちでやることも多いですね。まあ仕事はだいたいこれで全部こと足りますね。海外のビップとかと連絡取るときとかも、まああえてまあパソコンで連絡を取ってます。というか仕事関係のまあ、メールだったりとかは基本的にこっちの Apple Watch じゃないや、あ、 MacBook に送っていただいてます。あ、すいません、今リリック書いてました。ということで、次は iPhone とヘッドホン、ミュージックガジェットですね。まあこれがあれば曲も作れるし曲も聴ける。で、今ね、あの、まあ、リリックちょうど書いてたんですけど、まあ、次出る、まあ、新作の新曲、まあ、名前を出してしまうと、トラビス・スコットと
ダウンタウンの松本人志、あとサンシャインの池崎と、あとそうですね、これ言っちゃっていいのかな、いや、まあ言うか、言っちゃいます。あの小島よしおと、あのまあね、まあ、小島よしおさんと、ね、曲作ってるんですけど、まあ、バーチー系のね曲リリックもこれで書いて、でそのこういう録音したやつをこれで聴いて、イケてる曲がどうかっていうのはまあだいたいこれで作ってますね。僕のまあ血液そして血一緒は血液と臓器ぐらい重要なものです。はい、以上であの僕のテンスペシャルズの紹介になります。皆様何かいいものあったらぜひね、全部暮らし豊かにしてくれるものなんで買ってみてください。やっぱりね、あの大事なね、好きなものに囲まれてると幸せですね。我が子のように、幸せって感じます。あ、以上になります。次は野村京也編で会いましょう。バイ。はい、OK です。お疲れ様でした。え、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。ああ、疲れたよ、もうビールが美味しい。ああ、疲れた。暑いしね。いや、新しいスタジオいいですね、結構汚いんで、おい、映すな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 。終わり。長すぎ。長すぎ。